放送席、放送席、そしてファンの皆さん、特に女性ファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。ガールズシリーズ2019ドラゴンズ快勝で好発進、そのヒーロー高橋周平選手、そしてビシエド選手、ナイスピッチング、柳裕也投手です。それではまず貴重な先制パンチ、高橋周平選手からお話を伺っていきます。ナイスバッティングでした。はい、ありがとうございます。いきなり最初からまさに先制パンチ、いい感触だったんじゃないですか。そうですね、チャンスだったんで何とか点を取りたかったんで、ランナー返せてよかったですね。しかも連敗を払拭するまずスリーランだと思いますが、そのどんな思いで打席に立って今日臨んだんでしょう。そうですね、打席入った時にちょっとベルトが壊れてしまいまして、そのまま行った結果がホームランになって よかったです。そんなアクシデントもあったんですね。そして依然打撃好調、バットマネーストップを打つ高橋選手、今どういう状態なんでしょう。普通です。はい、普通という頼もしい答えもいただきました。その高橋周平選手、そして貴重な中押しのホームランになりましたビシエド選手です。ナイスホームランでした。ありがとう。ありがとう、ありがとうございます。本当にありがとうございます。チームにとっても本当に大きな追加点、いいホームランでしたね。Yo creo que sí, ya que hoy han venido de perder tres juegos, ¿no? Yo creo que este día es importante ahí, el gran trabajo que hicieron todo el equipo, el jorrón de Chu y el picheo de Yanagi, ahí para el clave jorrón mío ahí para hacer cuatro carreras, yo creo que eso fue lo fundamental, ¿no? La unión del equipo hoy en general.そうですね、チームが連敗してましたので、自分もいいホームランを打てたと思いますし、最初の高橋選手のスリーランホームラン、そして柳投手の素晴らしいピッチング、今日はとてもいい試合だったと思います。実はビシエド選手、6月5日以来のホームラン、ファンはもっと見たいと思ってますよ。Sí, mucho tiempo, ¿no? Pero no, yo creo que lo importante es sintiéndome bien. Y gracias a Dios ya salió el día y espero que salga mucho más.そうですね、本当に久しぶりでした、自分ももっと打ちたいんですけども、これから頑張って打ちたいと思います。というビシエド選手です。さあ、そしてなんといってもハーラートップキープ5連勝ナイスピッチング、今日もナイスピッチング、柳投手です。素晴らしい投球でしたね。応援ありがとうございました。今日の対戦相手が有原投手、パリーグの勝ち頭、そしてセリーグの勝ち頭でもあり、柳投手は大学時代も対戦している有原投手との投げ合いでしたね。そうですね、ね、有原さんもいいピッチャーだっていうのは分かってましたし、まあ、でもチームが連敗してたんで、それを止めたいという思いで、マウンドに上がったので、初回の高橋周平様のホームランが非常に良かったです。確かにこのところ柳投手が投げるときにはホームラン、これで高橋選手3本目ですね。そうですね、3つも打ってくれるんでありがとうございますという答えがありました。高橋選手もう打てないと思います。ただその援護もあって今日は何が良かったですか。いや、 やっぱり、女性ファンの皆さんの応援が、まあ、僕はランキングには入ってないんですけど、まあ、良かったんじゃないかなと思います。それにしても5連勝で交流戦3勝負けなし、防御率0.78という交流戦の間の防御率、
今どういうところが良くてこの数字になってるんですか。まあ、やっぱり、ね、1、2年目に、情けない思いをしてきたので、毎試合毎試合、そういう情けなさが僕の原動力になって、今年1試合1試合迎えられているので、こんなもんで終わるわけにはいかないのでもっともっと、活躍してドラゴンズを勝たせられるように頑張りたいと思います。さあそれでは連勝がまだ続いている柳投手、思いもあるかと思います。そして主に女性ファンに今日はメッセージを送っていただければと思います。そうですね、僕はあのプロ3年目でガールズシリーズも、3年目になりましたけど3年連続、ランキング外ということで、まあ、来年からは心がイケメンランキングでも作ってもらってそれの上位入賞を狙って、頑張りたいと思います。さあそしてビシエド選手、女性ファンはたくさんアーチを見たいと思ってますよ。No, los fanáticos, yo creo que muchas gracias por el apoyo, siempre apoyarnos y que nos sigan apoyando para todos los fanáticos y a las mujeres también, muchas gracias para todos y que sigan viniendo aquí al estadio y apoyar al equipo de los Dragones, ¿no? Y más para adelante el equipo va a darlo todo en terreno como siempre para hacer un buen espectáculo, ¿no? Y ganar juegos, que es lo más importante. ファンの皆様、そして女性ファンの皆様、いつも素晴らしい応援、本当にありがとうございます。これからもっとチーム一丸になって勝っていきたいと思います。今後も応援よろしくお願いします。さあそしてイケメン神セブン新内高橋周平選手に締めていただきます。どうぞお願いします。イケメンランキング2位の高橋です。明日はもっとかっこいい姿を 見せれるように頑張りたいと思います。明日も応援よろしくお願いします。どうぞ活躍した3選手に大きな拍手をお願いいたします。高橋選手、ビシエド選手、柳投手でした。ヒーローインタビューでした。